本当は20代僕たちに月曜日は来るのか。はい、どうもこんばんは。いやお久しぶりのちょっと2人会ということで、うん、1ヶ月ぶりになってしまいました、うん、2人揃うのが3回空いたから、うん、空いちゃったね。空いちゃった。どうでしたかこの1ヶ月は。この1ヶ月いや気づいたら5月終わろうとしてるからね。マジビビりますよ。5月まだ初めて会ったって感じ。いやそういうことになる、ね、ちょうどそういうことになりますけど。いやどうでしたかでも5月。いや5月も慌ただしくしてた感じだな。新しくなんか、高校に進路の授業をしに行くその一般社団法人フォーラというやつをやってて、で、それでこう大学生向けのなんかこう授業をうまく進めるためのコツとかを教えるようなファシリテーション講座ってやつをもう毎週やり始めて、それもひいひい言ってますよ。で実は今日その講座生の人に一人ゲストに来てもらうんですけど、はい、先生やってるんだ。じゃあ先生をやってる、先生をやってる。どうですか先生は。いや先生っていうのはやっぱりプレッシャーがあるんですね先生プレッシャーある。でも先生だったんじゃないの、あの一応さワールドカフェの方も。ああまあ教える側ではあるけど。そうだね、うん、俺は、うん、まあプロの参加者と。プロの参加者だったんだ、うん、そうそうそう。なんだそのいい位置それそうお金をもらえる参加者という。なんだそれ。いい位置で一応。あそう頑張ってますけど。いいね頑張ってる。でもね、うん、あと今日はあの5月祭だったんですよ、うんうん、6年生にしてまた5月祭出没してしまいましたけど、さすがにあの知り合いそんなにいないし、うん、ちょっともう居場所のなさ、暴れようのなさみたいなのに苛まれましたね。なるほど。もうダメなのかと。もうダメなのかと。あんなに大好きだったこの祭りも、そうかみたいな気になりましたけどね。なるほどね、うん、はい、それは何こう、なんかこう思い切れない何かがあるの。いや思い切ればそのテンション自体はいけるんだけど、こう一緒にやってくれる人そんなにいないし、一人でやれるものってあんまないから、うん、あと準備あんまりしなかったからね、うん、そういう意味で、そんなちょっと暇がなくて、うんうんうん、わたわたしててっていうね。なるほどね。感じですよ。まあ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 、そんな気分でございますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も暑かったですしね。昨日も暑かった。晴天でしたね、うん、土日。もう、うん、夏かみたいなぐらいの。でもいきなりこう油断してたらいきなりこう梅雨が来るんだよね。あそっか、梅雨来るんだ、うん、梅雨来るやつだ。はい、というわけで、本草20代第115回になりますね、はい、やってまいります。杉山とヘルメでよろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、本当20代、うん、どんな番組かと言いますと、一応、いろんな20代を紹介して、はい、まあ、なんとなくこうゆとりだとか草食系だとか言われちゃうやつを、うん、まあ、いろいろいるぞと、うんうん、それぞれいろいろ考えてんぞと、奔走してんぞということをですね、うん、お見せして、皆さんの20代像が立体的になっていけばいいかなというようなことでございます、うん、はい、はい、で、副題が僕たちに月曜日は来るのかというのは、まあ、僕たちも放送コードなしで、はい、喋りたいことは喋ると、うん、喋りたくないことは喋らないというような、うん、まあ、奔放な感じでやっておりますので、うん、まあ、最悪月曜日が来ないというような事態。そう、ね、過激なことを言い過ぎて、過激なことを言ってね、止められてね、うん、あるかもしれませんが、まあ、それはもうしょうがないと、うん、それはそれでいいという感じで、まあ、なんやかんや115回を迎えておりますということで、温かい、はい、視聴者の方に。そうなんですよ、見守られております。そしてこれ生放送でやっておりますので、はい、ぜひ皆さんのお声を届けていただいて即反応していきたいと、こちらで、はい、はい、ということで、メールアドレスこちらですね、はい、本草 @demcloud.tv honsou@dmcr.tv こちらにあのメールいただければ、はい、あのアーカイブで見てる方もね、ぜひ感想などもね、はい、あのいただきたいと思っています。遅れてまた紹介しますんでね、はい、で、生でね見てる方送っていただければ、あのこちらはパソコンで即座に見ますよ、これ、ね、はい、見ていますので、はい、これがなんか最近話題になったんですよ、うん、そう、ちょっとね塗りつぶしちゃったみたいな話ですよ、うん、まだ見てないですけど、はい、なのでぜひぜひあの、はい、お願いします。いただきたいと思います。ちなみに、
はい、メールがもうすでに来ているものがありますけど、紹介しちゃっていいかな。うん、はい、あの前回ちょっとあのギリギリで取り上げられなかったのが、新しくこんばんは、はい、畳ですと、畳さん、畳さんという入視聴者、これは嬉しいね、ありがたいですよ、はい、好きなものだったら続けられそうかなと最初は思ってたんですが、やっぱり一緒にやる人との相性が重要かなと思いました。地域活動の話です、企業とかじゃなくて、団体と個人では結構考え方分かれると思います。自分は惰性で関わったり人を陥れることに躊躇ない人、その状況でも構わないような人と一緒にやるのは私は無理な立ちですと、関わっている理由とか能力とかが私よりも同じか上じゃないと、耐えられません、仲間が離れていった理由を私のせいにされたり四面楚歌になったりしました。結構転々としてしまいますね、意識してそういう場所を選ぶようにしています。とても辛いのですが、ということですね。でこれはあの働き続けるモチベーションって何っていう、あの問いを選んでくださったそのコメントとしていただいたんですけど、まあなんかあの前回はね、バリバリキャリアウーマンというか、あの金融庁で働く僕の同期の女の子が来てくれて、なんでそんな頑張ってるのみたいなのでニュアンスでこれを聞いたんだけど、はい、そういうようなことですね。まあだから人が大事だよねっていう、なかなかモチベーションの中に、大きい要素としてありますよねって話で、確かに、そうだなっていう、難しいところですね、はい、ぜひ畳さん今後も気軽にメールください、お願いしますね、はい、そして、気軽にメールをくれている、はい、本当にありがたいタイヤの人ですね。あ、タイヤの方。もう自分であのデモクラネームタイヤの人笑いって、もう信州 の, あの中洲方の人のこと、中洲人だよ、人だよね、で絶対そうだと思うけど、タイヤの人笑いってもう自分で省略し始めちゃった。あ、いいですよ。スギヤンヘルメ君、ゲストさん、スタッフの皆さん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、いやいい季節になってきましたね、はい、この間、温泉の駐車場で年配の方にかっこいい車だね、オープン気持ちよさそうだね、と話しかけられましたが、実はこれからの季節オープンにすると暑いし日焼けするんで、あんまりというかほとんど展開は開けないんですよ、あ昼間は開けないんですよと、はい、むしろこれからの季節はバイクだよね。あ、最近 YouTube でバイク乗りの人がやってる元ブログってやつをいろいろ見てるんですが、こんなの見てたらまたバイク乗りたくなっちゃいます。大型免許取ってリッターバイク乗ろうかな笑い、なんて考えてる新州人でした、では今晩も頑張ってくださいということです。ありがとうございます。バイクも乗ってたのねこの人ね、もう走らせることがもう好きなんだねあの人は。いいんだね、確かにね、オープンの車も持っててバイクもまた買おうとしてる、バイクはなんかいいらしいね。あのこの前、後ろに乗せてもらったんだよ、なんか京都にね出張してた時に、京都の友達が、まあなんかもう一つの何もうだってジェットコースター乗ってるようなさ、気分なわけ、街中をすごいで、やっぱ今の時期ね、寒くないし、なんだこのいいものはと思った。で女の子とか乗せるんだってすぐで喜ばれるんだって、ああってああこれかみたいな。なるほどね。はい、ね、いいですね、こうやって女もは泣かせずにやってたんでしょうね、大学さんも多分若い頃は、はい、というわけで、メールお待ちしておりますのでどしどしお願いしますと。でちなみにツイッターの方も、はい、来てるんですか。あ、来てはないですけど、ツイッターの方もね募集しておりますと、はい、アットマークで、コンソー20ですね、こちら20つけていただいて、はい、それがアカウントになっておりますと。で、はい、ハッシュタグで、本草20でも、一応検索しますが、ぜひ、あのアプライで、アットマークの方でいただけるとありがたいですと、はい、いう感じでございます。はい、いいですね。来てる、アットに来てる、来てるの通知、ああちょっとノイズが入っているとのことで、はい、わかりました、すみません、ちょっともしかしたら聞こえづらかったかもしれません。はい、さてじゃあ準備が整いましたのでお呼びしましょうか、ゲスト。はい、今日のゲスト、はい、今日のゲストこの方です、どうぞ。わー、はい、こんにちは、こんばんは、はい
なんで時差を意識したのか分かんないけどね。いやちょっと今もう夜だなみたいな。いろいろ夜ですね。夜ですね。今日は、フェリス女学院の、はいはい、1年生。1年生です。一応だから20代ではない、ね、じゃないんですよね。20代待ちです、ね。19ですギリギリ。ということでリオナさんに来ていただきました。はい、お願いします。リオナさん本名だよね。本名です。すごいね。どういう字なんですかちなみに。理科の理に世界の瀬に菜の花の名でリオナで。うん、へえ、ね。うん。理とヨがさすごいスケールでかいじゃん。断りと断りとよ、うん、でな中みたいな一気に具体に葉っぱかなみたいな、ね、突然の、ね、植物みたいな由来はあるんですかちなみに。いやなんか、うん、由来聞くと、うん、賢くて優しくてなんか素敵な子に育ってほしいみたいなことを毎回言われるんですけど、うん、いやリオナの要素と思って乗せろよとその願いをねみたいな意味あると思うんでちょっと今度聞いときますね。あ、はいあね、なはい、というわけで、はい、まあ、僕がその新しくやってる講座というかプログラムの受講生として、ね、はい、ちょっと今後呼んでいけたらなとそういうね受講生の人と思ったんですけど第一号として来てもらいました。ありがとうございます。よろしくお願いします。さて、それではまずは、最後のコーナーのところをやりましょうかね、うん、最後のコーナーが、本草マンダラというのがございますと、はい、で、こちらではですね、僕たちが出した8つのトピックの中から、ね、視聴者の皆さんに選んでもらって投票してもらってで一番票数の多いところから喋っていくというような、参加型のコーナーになっておりますと、うん、で、僕たちが出したお題をちょっと喋っていってで、この間にちょっと投票していただきたいんですけども行きましょうか。はい、一つ目が、はい、コミュニティや場への帰属意識がなくなる時ってはい、ね、これだからまさに、うん、超大好きなお祭りがねちょっとこう色あせてしまった感じのあるこの寂しい気持ちを持っている僕ですよ、うんうん、だからあのお祭り、まあ、東大のお祭りという場に対して、まあ、ちょっとこう自分のじゃない感じになってきたと、うんうんうん、これはこうどういう要素でねこうなってるのかなって、これ別にもっと広げて、まあ、なんか、うん、でも東大なのかもしれないし、ね、皆さんにでいう、こう母校とかね、うんうん、ずっとそれがこうコミュニティとして残ってる場合もあればちょっとも違うかなってなる場合もあるわけですよね、うん、多分そういう切れ目はどうなのかなっていうのが一つ目でございます、うん、はい、面白いですね。はい、で、2つ目、はい、将来の夢のニュアンスの年齢ごとの変遷、はい、これはねすごく深刻なというかね、うん、グロテスクな問いな気がするんですけど、あのね小さい頃の僕将来はねサッカー選手になるのみたいなやつ、うんうん、何でも言っていいやつ基本ね、うんうん、みたいなのと、ね、あのもうなんか高校とかになるとそろそろみたいな、うん、そろそろどうなんだみたいな現実性はみたいな話になって、大学になると突然もう次だから、うん、就活みたいな話になって、うん、でリオナがさっきあの将来どうしようかなって19歳にして言い始めてて、うん、でそれを聞いてね僕がね23の俺が将来どうするかなっていう時の将来ってもうなんか次のキャリアみたいな話じゃん、うん、次の仕事みたいな、うんうん、全然ニュアンス違うなって、うん、っていう話をね皆さんどういう風に変遷してたかなっていう、確かに、ね、聞いていただいたなっていうのが2つ目です。はい、はい、で3つ目、はい、遊ぶって働くより難しくない、これはあの次のこれ、うん、昨日あの社会人コミュニティっていうのねなんかフォーラのそのなんかまあ卒業した人たち高校に授業しに行く人たちの卒業した人たちで、まあ、ちょくちょく集まろうぜと、うん、で教育のこと語るとかいろいろしたいって言ってて、で今回は一旦なんかすごい楽しいことしようと、うん、なんか美味しいもの食べるとかしようっつって、うん、あの僕第2回ついに人生2回目のブリさばきをまた披露してしまったんですけど、はい、まあね疲れるわけよ遊ぶの、うんうん、でなんかお金もかかりこうなんか企画するの大変、企画側の人たちとかね、うん、すごい頑張ってくれたんだけど、でやっぱりなんか働いてればさお金ももらえるしやること決まってるけど、遊ぶってすごいリスクの高いことしてるなと思って、 お金も時間もかかる、うん、でそれで本当に楽しいかどうかはまあ
もちろん楽しもうとするんだけど、うん、分かんなかったりするみたいな、うん、割とこう強めの賭けしてるなみたいな、うん、難しいなってちょっと思ったっていう、うん、特に社会人がね、時間もない中でと思って、うん、はい、これ面白いテーマですね、はい、で、4つ目、はい、緊張ってどうやってほぐすの、はい、これはレオさんです、ね、私ですね、緊張しいなんですよ、とにかく緊張しいなんですよ、うん、ねね、ガウガウ緊張感伝わってくるね、伝わります、今今の感じが伝わってきました、そうなんですよ、もう手汗が止まらないとにかく、あ、そういうこれだったんだ、さっきからもうすごい、もう本当に何なんですかね、もうずっと緊張してるんですよ、もう今もなんだ、今もですね、あ、そう、とりあえず声出して緊張ほぐしてるけど、いやでももっといいほぐし方あるだろう、あ、声を出すっていうのは自分の中にはあるけど他のコマンドもくれと、そうなんですよ、もちろんなんかないですかねっていう声ですね、はい、大事ですね、はい、みんな役立つ、で、5つ目、はい、人前に立つとき意識することって、あ、これも私ですね、はい、もうそれ系ですね、ちょっとつながってきますけどね、そうなんですよ、うん、人前に立ったりとかっていうことがちょくちょくやらせていただくんですけど、うんうん、その時にその聞いてくれる人に対してどういう意識を持ったらいいのかなみたいな、うん、杉山さんとか立たれたりするじゃないですか、うん、そういう時にどう何を意識したらいいんだろうなと思って、うん、質問ですね、うん、ほとんど授業でやってることなんですね、補習みたいな感じなってますけどね、お願いします、はい、で、6つ目ですか、コミュ力って何、うん、これも私ですね、はい、うん、コミュニケーション学部学科学科に学科、はい、通ってます、文学部の中のらしいですけど、はい、そうなんですよ、うん、コミュ力って逆になんだろうってなっちゃったと、そうなんですよ、うん、私女子校に高校3年間と大学4年間通うんですけど、これからそうだね、そうなんですけど、うん、女の子をナンパするのが得意なんですよ、で話しかけるときに、うん、いや可愛いねみたいな、うん、どっから来たのみたいなことをてか LINE やってるみたいな感じのノリで喋りかけるんですけど、すごい男が言いそうなやり口で普通に言っちゃうんだ、なんかそ、うん、本当に可愛いから喋りかけたくなるじゃないですか、可愛い子って、ね、本当に道端でとかってこと、いやそれはないです、で学校内で、あ、校内であって、うん、まあ、話しかけるきっかけが君可愛いねみたいな、それきっかけじゃねえよな、欲望可愛いね、いやいやいや君可愛いねっつって きっかけですよ、私の可愛いね、口説きでもなくて、ただのきっかけ、感想、もう可愛いね、喋りかけたいな、よし話しかけよう可愛いねみたいな可愛いねと思って思ったから、そうそうそう、話しかけるきっかけがたまたま可愛かったから可愛いみたいな、うん、まあまあまあ、だからそういう話しかけ方をすると、うわコミュ力高いねみたいな言われるんですけど、いやコミュ力っていうかナンパ力じゃねみたいな、なんかね度胸あるねっていうのに読み替えられそうだけどね、どっちかっていうと今のは、だからコミュ力って一体何なんだという問いですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、7つ目、形容詞の貧困を何とかしたいのだけどどうしたらいい、どういう意味ですか、いやなんか形容詞が貧困だなと自分で感じているんですけど、あんまり種類が使えない、あなんかこうパッと出てこない、うん、なんかこうまあすごいやばい面白い、うんうん、なんかまあ大体いけちゃってるもんね、すごいやばい面白い、すごいやばい面白いで大体いけるじゃないですか、うんうん、でもつらい、ね、こいつつらい、くつらくないですか、このボキャブラリ辛くないですか、もっと行こうぜと、もっとこうそこはかとないとか言うそうそうそういうのやんごとないとかそういうのでもいいんだけどちょっとここ寄りなんだよなやっぱり俺、うん、いやでもいい、そういうなんかこうね、うん、こう怒ってることをこう、はいはいはい、ちゃんとこう僕の中でねしっかりこういろいろ細かく持っていたい、なるほどね、だけどこれどうすればいいんだろうっていう、ああ、なるほどね、困難ですね、はい、はい、が7つ目です、はい、で8つ目、うん、初対面でお世辞言葉をかけられた際の返答に正解ってあるの、まあね難しいですよね、うん、これね、ただ向こうもまあしょうがなく言ってる部分もある気もするんだけど、うん、これ例えばどういうのをされるわけ、いやだからこうあ結婚式行ってきて、あそうだ、ね、こう飲み会とかだとこう、ね、全然知らない人とかもいるじゃないですか、うん、でなんかこうなんかこう僕が大抵なんか男前だね、うん、イケメンだねみたいなことを言われるんですよ、ああそうで非常に面白くないじゃないですか、面白くない、いや
なんていうんですか、その なんかその声のかけられ方って、はあ、だからもう僕本当になんかこうなもう多いから、うん、ああそうですって言うんですよ。おおそうですねって。ちょっと待って、いくつか前提を確認したい。うん、え、嫌なの？いやいや、なんか、なんなのって思っちゃう。なんかそれこれな大事今俺らの出会いにおいてそれみたいなこともちょっと思いながら、いやそうですって、はい、あイケメンですよって男前ですって返すんだけど。言ってみてー、ま。前は謙虚にいやいやそんなことないですよとかやってたんだけど、なんかこれもなんか。普通だなと思って最近はエッジ聞かせちゃったんだ、肯定するようにしているんだけど、まあ、なんかもっとでも正解あるんじゃないかなと思っていて、そういう発想ちょっと面白いですね。そういう時これ美女も同じこと思ってんのかな。いや綺麗ですねって言われて、だからさ可愛いねって言っちゃってるじゃん。あ思ってる。いや向こうは思ってる、ね、なんて言われるの可愛いねって言われる。えマジありがとう。お結構キャピキャピした感じの子なんだ。でも戸惑われるときは、いや、まあまあまあイメージつくけどね、それね。戸惑われてるんですかね。確かに、まあ俺はどうしろとっていう気持ちなんだろうね、多分。まあでも肯定も否定もしないで、ありがとうっていうのはなんか今ありかなって、なるほどと思って今度やってみようと思いましたけど、まあそういう話です、はい盛り上がりそうですね。というわけでこの8つの中から皆さんにお選びいただいて、メールかツイッターの方で投票いただきたいと思います。よろしくお願いします、はいはい、これが10時半ぐらいから大体やってるの で、ね、ぜひそれまでにお願いしますということでございます。はい、はい、それでは最初のコーナーに行きますかね。行きましょう。はい、最初のコーナーはこちらでございます。じゃん、あなたに川柳読みますのコーナー、イエイ、はーい、こちらがですね、はい、まずゲストの人に、自分で自分にタイトルをつけるならこんな感じかなっていうのをこう考えてきてもらいましたと。で、僕らがそれにこうインタビューしていくと、なんでそんなんつけたのっていうようなところから、どういう人なのかなっていうのを喋っていって、でじゃああなたにこう川柳をつけるなら、川柳を読むなら僕らがっていうのをこう考えると、でオープンして、判断してもらう、どっちがいいか、ああそういうこう勝負してるわけ毎回、うん、しのぎを削って、9対6で、どっちが9ですか。私が9です。9ですか。負け越してます。そうなんですよ。わかりました、これ 10で終わり。 10? まあ15だとは思ってたけどね。ああ、okay、だってもう10だったら本当もう決まっちゃうよ。いやいい、まあ、それはそれで面白い。ああそう、いやお前がそう言うんだったら別に。めちゃくちゃプレッシャーじゃないですか。じゃあ 10でも10でいったら次どうしようっていうことを考えないといけないんで、15で、うん、また考えておきますけど、はい、じゃあちょっとだから前回の15回分のセットは負けてるんで俺が。ああ前回はタイトルを、あなたにタイトルつけますでそのままタイトルをタイトルで返すってなったんだけど、その時はちょっと勝てなかったんで、今回は絶対勝たないといけないっていう気持ちなく俺は。はい、はい、分かりました。というわけで、まずはちょっと自分で考えてきていただいたものをちょっとオープンしてもらいたいと思います。はい、はい、私の考えてきた私のタイトルこちらです。じゃん、人生つまみまくり。いいね、なんかイエーイって感じ。イエーイ、いいね。人生つまみまくり。つまみまくってるんですか、はい、どういったものをつまんで参られたのかな。私習い事を幼稚園の時にそろばんを中2までやってまして、幼稚園から中2までですね。そろばん、はい、でその後小学校1年から高校2年までダンスをやってたんですね、うん、ダンス、そろばんダンス。でその間にエレクトーンをやってみたり、そろばんダンス、エレクトーン、うん、あと今、劇団をに所属してるんですけれども、あの演劇をやってみたり歌をやってみたり。ちょっと待って、はい、その劇団の中で演劇、歌もこの中。いや歌は個人的に好きで、うん、歌あのギターと一緒に始めましたね、うん、あと歌作ってみたりとか、作詞も作ってみたりとか、作曲も、はい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 、小学校の時に絵も習ってたんですね、うん、絵もやってたんですよね、え、うん、みたいな感じで。俳句って言ってなかったっけ。あ、俳句は去年の12月から、うん、あのギターと同じ時期に始めました。ギターと同じ時期に俳句、はい、俳句も始めました。
あの今のところ このようなありがとうございます、まとめていただいて、うん、ちょっとね、なんかすごいよ、もうすごいね。何してんの他に、まだある、いやこれぐらいの散らかり。でも今ファシリテーション学んでるでしょ。あ、そうですね、ファシリテーション学ぶ。そうですね、なんかいろいろその間にいろんなことをやらせていただいて、弁論大会に出場させていただいたりとかやめなさいよ、もう。いや何をですか弁論大会とか、うん、ですね、いろいろやらせていただいて今に至ると、うん、いやもう今に至るのさ、もう位置が分かんないもんね、これもうね、うん、今この辺ですね。あ、そうすごいね。楽しいの？人生楽しいですね。山あり谷ありありまして、いろいろ経験して楽しかったですね、うん、え、死ぬの？死ぬの？いや、もうちょっと長く生きたいです、ね、全然これから生きる予定なんですけど、これからも行くつもりだけど、はい、今のところ楽しいぞと。楽しいです。やっぱりそれはつまんできたことが功を奏してる感じなの？そうですね、つまみまくって、うん、ちょっともうちょい深くやった方がいいんじゃないかって、はい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 、中途半端人間だと思い込んでて、うんうん、去年の9月ぐらいまで私中途半端な人間なんだ、ダメなんだってずっと落ち込んでて、え、でもそれじゃなくて今は、うん、こういうものがあって、うん、今の自分なんだなって全部積み上げてきたなみたいな感じで、肯定した意味でつまみまくりっていう気持ちになれたんだ、ね、はい、それはなんかこうきっかけがあったの？そこでこう肯定しようと思えたの？なんかいろいろ私いろいろありまして、いろんなことがありまして、うん、人生つまんないなって思ってたんですけど、うん、とあるそのギターを始めたきっかけになった人がいて、うん、めちゃくちゃ人生を楽しんでる方がいたんですよ、うん、でなんかその自分が挫折しても何しても、いやこれ全部自分の益だって言ってる人がいて、益となる、利益の 益の 益だって、これ全部自分の益になるし今につながるよっていうことを、うん、学校の講演、高校の時の講演会で喋ってくれた方がいて、あ、そうなんだって思ってからですね、あ、全部自分のものなんだなみたいな感じで思って、そっか、つまみ最高って、うん、つまみ最高、すげえ酒豪みたいな、うん、あ、そうそうですね確かにね、今は何を続けてるの？これやめたのもあるんですもんね、うん、あ、そうですね、今は、うん、ダンスを趣味でっていうか、ダンスもある、ね、好きな時にやってる感じ、うん、家でちょっと一緒に踊らせていただいて、家で、そうですね、演劇、そうですね、あとファシリテーターと歌、うん、ギター、俳句、演劇の中で公演の中で、うん、その昨年ですね、昨年の3月と今年の3月にオープニングをやらせていただいた時の、うん、振り付けをしたりとかはしてました、ね、だここはもうリンクしたりしちゃう、そうですね、はい、うん、なるほどね、なんかでもあれなん、ちょっと身体表現寄りなんですね。あ、そうですね、家系がそうなんですよ、うん、家系、あ、家が音楽系で、もともと母がミュージカルダンサーで今もダンスの講師をやってスタジオを持ってるんですけど、あ、そういう意味で家で踊ってるっていうのはね、うん、で兄が今ザ・シー・フォールス・アスリープっていうバンドを組んでいまして、それで今活動をしているんですけど、で姉もちょっと前にバンド組んでた、で妹はずっとダンス一筋みたいな感じの、ずっと音楽一家、4人もいんの？あ、兄弟4人。あ、そう。お父さんは何やってるんですか？あ、父はいないので、母が4人をみんな育ててくれた、はあ、ミュージカルダンサーしながら、そう、スタジオ経営ですね、ダンススクール経営をしながら育ててくれたので、いや、強、母強し、母強、母強いね、はい、母強案が強いね、はい、なるほど、なるほど、そうですね、はい、そうなんだ、ちなみに今はなんかどれに一番ハマってるとかあるんですか？今は演劇ですかね、演劇ね、今劇団ファミリアっていう、劇団で、はい、所属してやってるんですけれども、そろそろ今年もちょっと夏過ぎぐらいに
やっちまおうかと。やっちまおうかと。やっちまおうかと。今までは1年1回の3月公演だったんですけど、うん、ちょっとやっちまおうかと、うん、ちょっと今計画中なので、うん、ぜひ Twitter、あ、劇団ファミリア。そうです、LINE もホームページもありますね。 ありがとうございます。 Twitter はちょっとなんか、それはさ、はい、こう大学生中心な感じなの？そうですね、今大学2年と1年で構成してやってますね、はい、うん、高校の人たちって言ってね、高校の演劇部の人、うん、私の同輩と先輩と一緒に作った劇団で、うん、あの演劇部プラス写真部だったり、あの音楽のギターマンドリンの先輩だったり、あのいろんな方を引っ張ってきまして、いい、ね、で先輩が作ってくださって、私たちも一緒に今活動してますね、うん、そんなのあったらやってたあったらやってた。いやもう演劇部大好きだったので僕もね、そうかそういうのがあったわけね、はい、だからもう出身からもうずっと東京なの？そうです、ずっと東京ですね、うん、面白いね。こんだけつまんできていらっしゃるからね、なかなかつまめない。まあどう、なんか思い返してみると人間どれぐらいつまむんだろうね。どれぐらいつまむんだろうね。なんかでも、うん、僕がつまんできたつまみ方となんかちょっと違うかな。ほうほうほう、うん、なんかさ、これつまみましたよって後からこう胸を張ってというかさ、自分のものだっていう風に言えるようなつまんだものってあんまないなと思って、うんうん、あの子供の頃ね、うん、やらされた感じで、あ、やらされたって、ね、やらされたものもあるからさ、うん、空手とかさ、少林寺とかやってたの俺。あ、そうなんだ。一時期強い男にならねばならないって泣きながら通ってたそれは何、自分が強い男にならないとと思ったの？いや違う家庭が、れと、お前強くなれと、もうやだ、大器よと、痛いって蹴りたくないし蹴られたくないし、もうなんなんみたいな、痛い、うんうん、っていう、うん、まあだから俺書道とかはまあやっぱりやっててよかった、つまんだもんな感じはするし、うん、なんだけどね、演劇もそうだし、うん、うん、これだけ、ね、でもこんだけやってて、うん、なんか頭なんかはっちゃかめっちゃかになったりしないんですか？はっちゃかめっちゃか、はっちゃかめっちゃか、あ、それあーなー、うん、でもあの区切りが結構あるんですよね、うん、エレクトーンもやめたし、うん、ソロワンもやめたし、うん、弁論大会期間限定だし、うん、みたいな、でこの辺は全部つながってるんですよね、つながっている、あの歌ギターも、うん、あー、ダンス、エレクトーン、ね、表舞台に立たせていただくものたち、うん、なので、うん、そんなになるほど、ごちゃごちゃはしないですね。その分いろいろ吸収させてもらったなと思って感謝してます。うん、これだけ逆にいろいろやって 何をこう得たりするんですか？それがあのそれが一時期見つからなくて、自分はなんてダメなんだと思ってたんですよ。あそのね、うん、いやでも思い返してみれば、ソロ版で集中力を学んだり、うん、ダンスであの人前に出るっていう楽しさを学んだり、うん、エレクトーンで音楽の楽しさを知って、うん、弁論で伝える難しさを知って、うん、演劇では今継続してあの舞台の面白さと楽しさと難しさ表現するっていうことを学んだり、うん、で表現っていうところでファシリテーターにつながったりとか、うん、歌ギターはまあいろいろまだ模索中とか、うん、そんなスラスラ出てこないからやっぱ悩んだ結果、そうです ね言葉が見つかったんだろうね、うん、今の、そうか、確かにちょっと総合的になってきてるもん ね、うん、ね、そうですね、うん、確かにね、求められるものがね、うん、ちなみに今1年生だとこうどれぐらい授業とか忙しいの？今は忙しい、うん、忙しいんですかね。あ、忙しい、なんかこう1日何コマぐらいある感じなの？1日は、少ない時で2コマで、うん、多い時で4コマです、ね、あ、まあまあ標準的な1年生、はい、うん、でバイトと、うん、あのフォーラさん、はいはいはい、やらせていただいてっていう感じ、うん、あ、じゃあ演劇とかはこう固め打ちでやるときにガッてやるみたいな。でももう始まりました、始まった、毎週火曜日に今練習が始まって、この間立ち練が始まりましたね。あ、じゃあ結構やってるじゃん、うん、立ちになってるってこと。そうですね、はい、そっか。え、バイトは何してるの？バイトはお寿司屋さんで
働いてます。あ、そうなの。いらっしゃいませ。握ってんの。握ってません。あ、握りたい。お寿司屋って回る方。あ、回らないです。出す方。おお、いい寿司屋。いい寿司屋で。ありがとうございます。いやでも元気よくてなんかいい寿司屋さんにいるっぽい、ね、いやもうちょっと土日が忙しくて昨日もバイトだったんですけど、いやありがたいことに忙しくさせていただきました。なんで店側なの。バイトってなかなかさ、ありがたいことに忙しくって言わないよね。結構あ、何、小さめの、チェーン店なんですけど、小さ、そんなに店舗数が多くないチェーン店なので、回る寿司と回らない寿司と両方あって、ほうほうほう、うちが回らない方。なるほどね。はい、そんなに規模は大きいとは。あ、でもグループが大きくて、その中の寿司屋みたいな。一つのこうお店としてはこうどれぐらいの人数入るぐらいの。ですね、カウンターが101から117なので17で、お座敷があるんですよ。働いてる人の数え方だねこれ。お座敷が、計算していただいていいですか。はい、4、6、4、4、4、4、6、6、6、30ぐらいだいたい。で、個室、普通の、もうなんかいいですか。あ、まあ、だいたい結構入るんですよ。まあ、50席前後ぐらい、うん、割と入りますね。そっか、結構だからそこでパタパタとこう、そうですね、持ってったり注文したりとかで。お待たせいたしました、チーズワンタンでございます。チーズワンタン。チーズワンタン。なんでチーズワンタンなんだよ。出てきたのがたまたまチーズワンタン。あ、そう、美味しいですよ、チーズワンタン。ちょっと行ってみたいね。まずくはなんないと思いますけど。もちチーズ揚げフライとか。あ、そう、結構攻めてるんだね。創作側に攻めているタイプの寿司屋だですね。美味しい、美味しいです。はい、ちなみにそのコミュニケーション学部を選んだのは何か理由があったんですか。音大とかで進んだわけじゃないですね。幼稚園の頃から私学校の先生になりたいって言ってまして。あ、そうなんだ。高2の途中までなりたいって言ってたんですよ、うんうん、でその後なんか知らないけどブライダルプランナーになりたいと、なんか知らんけど、結婚式って素晴らしい、うん、幸せの形作りって素晴らしいっていう言ってきた人だね今日ね。ああ、そうですね。よくない、感動しません。うん。いやよかった、楽しかった楽しかった楽しかった。なんかそのなかなか幸せの形って表に出せないじゃないですか。そうね、でもそれをお手伝いできたら最高じゃんと思って、うんうん、ブライダルプランナーを目指し始めて、で専門学校で学ぶよりまたいろいろでもつまみたいな、うんうん、でも幼稚園から先生目指してるし多分また先生の道に戻るだろうなって予測をして、うん、で結構ブライダル関係に行ってる今のコミュニケーション学科に進ん で、うん、でつまめるように選択肢を増やしておいたって感じです、うん、で実際今教職取ってるので、うん、はい、そっか、ちゃんと考えていますね。考えてるこの子は。面白いね。考えてるねこの子。うん、そっか、なんかこうこのね天真爛漫な感じというか、うん、うん、元気な元気です、ね、このキャラクターみたいなのはこういつ頃からずっとこういう感じの子だったの？いえ違う。高一です。高一で、うん、高校デビューしました。高校デビューしまして、うん、中3の時ぐらいはもうなんか人と関わるの苦手だった。中3まで人と関わるの苦手で、一人でいたいタイプ。でも、うん、いろいろ表に立ってはやりたいタイプ。一番めんどくさいタイプですよね。人と関わるの苦手なくせに表に立ちたがるタイプだったんですよ。そう、まあね、うん、でまあちょっと人間関係もいろいろあって、うんうん、いやこれちょっと変えたいなって思って、うんうん、高校が私立だったので、うん、女子校だったのでこれ弾けるしかないと、今しかチャンスはないって思って高校からこれですね。なるほど、高校からというものを、あ、うん、そうね、そっかそっか、なるほどね。あ、ちなみに、うん、なんかこう女子校から女子大じゃないですか、はい、なんかそれはこう なんでというか、なんかこう、うん、共学に行きたいみたいなとかってなかったの？ありました、うん、大学進学考えてた頃はずっと共学に行きたいって言ってて、うん、中学が共学だったんですけど、うん、女子校3年間過ごして
いやこれは社会に出る前にもう一度男の人と関わっておいた方がいいとか思っちゃって、まあすごい正しい感覚に聞こえますけどね、驚愕を目指してたんですよ、でもなんかいろいろやりたいこと考えてたら、やりたいことがあったのがたまたま女子大だった、別に意図として選んだわけではないんですよ、たまたま共学に行きたいっていう気持ちはあるけど、はい、まあ、もうちょっと他にしたい気持ちを大事にした結果、そうです、女子大、結果女子大、実際女子大で今良かったなって。あ、はい、それは なんで、なんで、あの楽なんですよね、あ、非常に楽、あの気を使わなくていい、あ、そうなの、学食で、学食でラーメンをすする、その豪快さといったら、いやいや、すするよ別にそれでもあのだって男子がいたらやっぱり気にするじゃないですか、いや気にする気にする気にしますよね、気にする気にする、だって塩ラーメンとか塩ラーメン学食で頼みますよ、まず頼みづらいっていうのがちょっとあるよね、ありますよね、お前は何なの、あの女の子目線、まあ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 、それは伏せておくけど、伏せておくんだ、ちょっと気づいてないところだった、ちょっと壁が熱いですね、まあ楽ですよすごく、まあ、そう、そういうところかね、はい、それは別にラーメンだけじゃないんですけど、もう細かなね、そうなの、気にしなくていい、いや本当にそれはあると思う、ガニ股であるガニ、え、なんでもないです、あの、まあね、はい、いろいろとね、楽ですね、はい、はい、そろそろ考えるフェーズに入りますかね。そう。ちなみになんかさ、悩み事とかないの？私ですか、悩み事は緊張しいなのと、あと単位が取れるかが心配なのと。絶対取れるでしょ。いやー、だって教職あるじゃないですか。あ、まあ教職は厳しいのかな。心配ですね、今あの教職が取れる学科にいないので、あの自分の卒業単位プラス、あの教職に必要な国語の教員免許を取りたいので、卒系の科目と。なるほどね。そうですね。ちなみ、なるほどね。ちなみにさ、まだ10代じゃないですか。なんか今の20代の人たちに何か思うこととかあるんですか。お、番組のテーマにつなげてきた感じなの、これは。いや今の10代の子にはどう見えてるんだろうなっていう、まあ、今時の20代のやつだわと、あ、まあ20代っていうか、まあそうね、なんか結構関わらせていただく20代の方がこういった方々、あの、自分の意見を発信してる方々なので、そんなにこう、うわ憧れっていうか大人だなって思うのが印象的で、兄を見てると、あのバンド組んでるじゃないですか、でもうそろそろ頑張ってくれと、もうそろそろ、あ、デビューというかこう、いやデビューはしてたんですけど、もともとデビューしてたんですけど、もうそろそろ、もうちょっと頑張ってくれと、もう売れてくれってこと、それは売れてくれ、私は曲大好きなので、あのそろそろ頑張ってくれたまえと思ってるので、なんかそういう夢を追っかけてる男子素敵だけど、頑張ってみたいな、頑張ってっていうのは、まあ、努力してるのは分かるけど、ちょっと違う方面を考えつつ夢も一緒に追いかけてほしいかなみたいな、こう現実を、現実を見、いや別に現実を、ね、杉谷さん言ってるわけじゃなくて、いや憧れてるので、刺さるよ俺にも、いやいやいや、で現実をね、現実を見せて、未来を見据えて、今何に必要なのかを考えてほしいかなみたいな、あ、そこはね、いや考えたいね、体育座りになっちゃった去年の今頃も体育座りしてますけどね、これなるほどね、そうか、オピニオンというか、まあ、意見を出してるってことについては、まあ、大人だなと、そうですね、でもパワフルな印象ですね、20代の方って、そっか、頑張っていきましょう、20代の皆さんね、こうやって思ってくださってからさやりましょうよ、くださってからさってはい、じゃあちょっとそろそろ考え始めますかね、時間的には、そうですね、で、その間、あの、これ画面がそっちに映るようになってるので、なんかいろいろ宣伝なり、あ、いいんですか、何かしてもらえたらいい、宣伝していいですか、はい、ありがとうございます、はい、はい、なんかありがとうございます、じゃあこれ消しちゃってもいいですかね、はい、
いやあ、次はペン1個もらっていい？混ざってるやつ、ありがとう。お、失礼も。はい、じゃあもう思い切り宣伝しますね。してください。ありがとうございます。これどうやって操作するんですかね。もう一度エンターを押すんだ。エンターを押しました。いいぞ。あ、出ました、うん、ありがとうございます。はい、劇団ファミリアに所属しているんですけれども、私はこちらエンター、あ、違うな、それはクリック、うん、クリックグリック、そうそうそう、はい、存在します。存在しないって言われてるね。大丈夫かな。あ、すいません、ね、私あの広報部なので。これ、あ、じゃあ待って、打ち直します。あ、ここに、あ、他にアカウントがある、はい、いや、あのアカウント名をこの間変えたんですよね。あ、そうだっけな。あ、そういうこと。はい、うん、劇団ファミリアっていうね、劇団にそれの宣伝をしてくれるのかな。ありがとうございます。ファミリ英語だ。あ、パソコン弱いんですかね。 Mac 初めてなんですけど。ファミリアでいい。ファミリア、英語です。ファミリア、そういうこと。ファミリア、いや、あ、あの英語の方です。ファミリア、あ、アンダーバー。アンダーバー。アンダーバーね。はい、ありがとうございます。はいはいはい。え？いけますか？すげえ外人。すげえ外人出てきたね。出ませんね。ユーザー名。ユーザー名。あ、これは、ね、いらっしゃった。ありがとうございます。うん、はい。長い道をやった。こちらですね。劇団ファミリア。楽しそうに。その写真には載ってんの？あ、これフェイスブックに載ってるんですけど、フェイスブックの方がいいですかね。あ、いや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 、あのこちらですね、劇団ファミリア。あ、その動画にいるね。あ、いますね。動画これタッチすれば出ますか。で、うん、はい、これは今年の3月。ここにいますね。この間、そうです、こちらですね。ちょっと恥ずかしいですね。どれどれ。劇団ファミリア第2回公演、全然違くない、泣き虫幽霊終了イエーイ、ありがとうございましたっていう動画ですね。なんでそうアップにされてるんですかね。ありがとうございます。あ、女性なんですか。そうです、みんな女の子です。はい、もうこの方がですね、音響を作ってくださってまして、劇中の BGM ですね、はいはいはい、作ってくださったり、この方があの脚本家だったり照明音響すべて私たちでやらせていただいてますね。フェイスブックは開けますか。うん、すごい邪魔してる。すいません、ありがとうございます。劇団ファミリア、はい、はい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 。昨年の今年の3月に、泣き虫幽霊っていうものをやらせていただきまして。何役だったんですか。私はリコちゃん。リコちゃん、リコちゃん、リコちゃん、リコちゃんやってましたね。あ、どれにしよう。名前しか教えてくれない。元気な子のまんまの役ですね。そうなんです。これが昨年旗揚げ公演ですね。時代物が結構多くて、ファンタジー系が多いんですけど、今やってるの2つとも、私が刺さってたりとか。刺さってるじゃん。刺さってる、剣刺さってるじゃん。これ裏話なんですけど、これ必死に右手でここ押さえてるんですよね。ここ必死に右手で押さえてるっていう。あ、さ、ちゃんとね、刺されて、そうなんですよ、おくためにね、むしろね、プル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 しながら楽しかったですね。あ、高校から演劇。そうです、高校1年から演劇部でやってますね。ずっと役者ですか。ずっと役者です。あ、でも裏で音響照明も全部私たちは自分たちでやってたので、照明も音響も一緒にやってましたね。はい、ぜひぜひ次回公演チェックしていただいて、
そんな感じ。そうですね、うん、はい。他に何か紹介したいものとかあったりします？紹介したいものですか。まあ、よかったらフォーラをね。あ、じゃあ私がフォーラの説明すればいいですか。しちゃってくださいよ。かしこまりました。なんだそれは。いや、ないな、ないならって話ですよ。いや、今、はい、あの、うん、劇団ファミリア見に来てくださいっていうことで、はい、あの、本当に本当にいい劇をするので裏切らないので来ていただいて、うん、はい、フォーラさんの紹介を私がするんですか。いや、まあ、あの、受けてる、あ、受けてる感想ですか。うん、そうそう、感想とかも含めてね、はい、いい高校生の進路を一緒に開拓しようぜみたいな活動ですね、うん、なんか学部を、うん、学部、大学の学部をワークショップ形式で、うん、一緒に学ぼうっていうやつをやらせていただいていまして、ね、はい、今その学問ファシリテーターっていうプログラム、育成プログラムに私参加させていただいてるんですけれども、うんうん、これとかですかね。そうですね、この前はとても楽しいんですよ。とにかく私もともと高校生の完全にもう言わせてる感が強いな。いや、高校生の、はいはいはい、進路サポートをずっとしたいなと考えていて、うん、自分自身でもちょっといろいろやりたかったのでっていう時にたまたまフォーラさんを見つけてですね、操作が下手くそ、操作が下手くそ、2本指、2本指、で、逆、下から上に、はいはいはい、あ、なるほど、はい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 、前回は、私とかが、うん、その私は文学部の紹介ですね、文学部ではどういうことをやるんだろうっていうのを、うん、ワークショップを通して皆さんに体験していただくっていうそのやつをね、ファシリテーター役でやらせていただいたんですけれども、うん、やっぱ伝えるって難しいですね。なんか相手のことを聞いて、うん、それを受け止めた上でそれを組み入れながら伝えるって難しいし、うん、どうやって緊張しないんですかね。緊張でずっとその前も手の冷たさが半端じゃなかった、うん、いろんな症状があるのね、緊張で。そうなんです、手冷たくなる、おは手汗が止まらない、おはジャンプが止まらない、声がでかくなる。ジャンプが止まらないよ、相当危ないよね。ジャンプを常にしてたりとか、うんうん、とか、あとはあれですね、声がでかくなるとか、うん、いろんな症状が出るんですよ、うん、そうですね。前回私はどんな物語が人の心を動かすんだろうっていう、うん、これなんか激しいな、私、これ私なんですけど、うん、あの激しいな、じゃんってやってるところですね。じゃんってやってますね。じゃん、どんな物語が人の心を動かすんだろう、イエーイみたいなことをやってるところですね、うん、これは工学部でしたっけ。工学部の学部、うん、はい、とかをね、はい、受けてもらってるわけですよ。いかがでしょう。うん、まあ、かけたけど、うん、けど、俺もけどぐらいだわ。いや、楽しみ。なんかギターをね、はい、弾くという話を聞いたんですけど、はい、なんかどんなん弾くとかありますか、好きな曲とか。 J-POP がメインで、うん、最近アルペジオ弾きっていうのを覚え始めました。あれだ、弦一本一本弾くやつです。星のアルペジオ、あ、バンプですね、はいはい、あ、よく知ってる。もちろんバンプ大好き。アルペジオ弾きを覚えて、その静か系の曲に今挑戦してて。静か系っていうのは何ですか。なんていうんですか、バラード系。誰え、私あのグリーンとか、あとももクロも好きなんですけど、静かじゃないな、うん、全然2つとも静かじゃない。あと、生き物係さんとか、 あとグースハウスっていう、ああ、ご存知ですか。なんかリア充グループみたいなやつでした。あの、言い方が悪い。言い方が悪いですよ。そうですね、YouTube で配信されてるあの、うん、カバーしたり、ね、オリジナルだったり、ね、そうですの方々が好きで、とかいろんな J-POP は何でも聴きますね、うん、好きな曲って言われると困る。
スピッツのチェリーとか、うん、定番ですね。ギターの定番ですよね。いいね。カラオケ行こうも、うん、カラオケ行こうカラオケ行きたい。ずっと行ってる、2人でね。あ、いいですね。行ってらっしゃいませ。なかなか、あ、違う違う、2人でねっていうのは2人で言ってるからみんなで行きたいんですけど。あ、楽しそうですね。カラオケ行きたいねって言いながらもう半年ぐらい経ってる、ね、半年ぐらい経ってるね。長いです。行ってください。行きましょうね。はい、できましたよ、まあ、とりあえず。はい、ありがとうございます。ちょっと先出して、じゃあ、うん、うん、ただ俺の川柳になっちゃった。お前の川柳、うんうん、はい、ということで、珍しいパターン。なんかまあでも一旦読みます。はい、これ長い。これ受けるね。なんか、はい、ひまわりのようなあなたと前を向く。は、はい、いや、なんか、うん、あ、単純に僕の心象を書きましたひまわりのようなあなたと、うん、で前を向いてるのお前だって。あ、そう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 いや、なんかそう、なんかそう、それがすごい感じました。なんかだから、はい、これ困っちゃったね。なんで出ちゃったんだろう。前向く、うん、でもそれが出ちゃったんだね。うん、なんか特に寿司屋のバイトらへんとか寿司屋のバイトでこれ感じたんですか。うん、なんかこう活気が必要なところにいるとすごい良い気がします。 ありがとうございます。はい、そんな感じです。はい、ありがとうございます。はいこうどう反応したらいいか分からなかったんですけど、はい、うん、じゃあ行きますね。はい、お願いします。はい、どん、寄り道を貫通しちゃうエネルギーおお、はい、まあなんかつまみ食いをねしてきたわけでしょ。はい、でそれはまあ人から見たらさ、なんかもう寄り道な、何してんだお前はみたいな、うん、それをガーッてうわーってやって、なんか貫通して何か見えてきちゃうようなぐらいやってるみたいな。あ、でいろんなところにこう伸ばしてった道がこうなんか貫けるようなね、うんうん、それぐらいのこうなんか推進力を持ちなのかなというような。 ありがとうございます、感想ですね。うん、抱いたというような感じですね。はい、選ぶんですよね。はい、選べたら言ってもらって、はい、そしたらドラムロールを流す、はい、我々はい、うん、考えてください。はい、あと自分のが勝つというパターンもあります。自分のが勝つ、自分のが勝つというパターンも、うん、まあ、なんか元々の自分のやつが一番良かったっていうね。あ、うん、まあ、戦利じゃないです、ね、勝者なしって。でも俳句をね自分で読んでね、確かにこれやみたいな、うん、確かに確かに、ちゃんと学べお前らみたいな。いや、技術はない、うん、はい、はい、決めました。はい、はい、ドゥルー、じゃん、じゃん、ひまわりのようなあなたと前を向く。おお、マジかよ。はい、理由を、なんか個人的に好きいやいや、もうそれだけでいいんだけどね、うん、あ、なるほど、別に個人的に、なんか夢があるなと、あ、思いまして、好きなんです、どっちも好きなんですけど、うん、あ、季語入ってる、いいんじゃね。いや、違う、違うじゃん。とりあえず俳句として評価してるからさ、それは。いや、ちょっとどっちも選びづらいじゃないですか。うん、あ、でも季語入ってるし個人的に好きだし、季語あぶねえじゃねえ、あぶねえ、季語入れといてよかったじゃねえ。しかもひまわり今の季語じゃねえだろう。うん、まあなんかひまわりな感じが。でももう夏ですよ。あ、もう夏でいいんだ、子だよね。でも俳句友達がきっと見てくれてるんですけど今、うん、怒ってる、怒ってる、怒ってるかもしれないですね、うん、そんな選び方でいいのかと。あ、こんな俳句じゃねえ、川柳じゃねえと、うん、はいって言っちゃったすいません、まあ、でも私も前向いていきたいなって、そのひまわりのような方が周りにたくさんいるので、一緒に前向いていきたいなっていう気持ちを込めて。あ、はい、自分にもね、はい、勝手に二重に読んだ勝手に、なんで勝ち誇ったような顔してんだお前のじゃねえよ今の。 ありがとうございます。はい、はい、というわけで今日は、ヘルメの方で、はい、じゃあひまわりのようなと前向く、はいはい、はい、なりました。これで9対7になったということで、危なかったということで、はい、じゃあ1つ目のコーナーこれで終了にしましょう。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
とタイミング的にはもうここで休憩を入れましょうか、ね、一旦じゃあ休憩を入れまして、はい、後半朝闇ニュース世界を良くするグッズシングス本草マンダラと、はい、やっていきたいと思います。投票お待ちしております。メールもお願いします。はい、一旦休憩やります。はい、後半もやってまいりましょう。はい、本草20代僕たちに月曜日が来るのか第115回。はい、ゲストにはリオナに来てもらっております。よろしくお願いします。はい、ということで後半いきますか。はい、いきましょう。メールは来てた、ちょっと見ときます。でもとりあえずどうぞ。うん、後半はこちらです。朝用メニュー。イエス、朝用メニュー。はい、まこちゃんコーナーは、うん、朝のね、今日の朝刊を浅く読んで何か言うという
はい、コーナーになっておりますが、うん、なんかありましたかね。朝日でいくつかね、はい、ね、ありました。朝日の29教育、はい、あ、それもらっちゃいますね子供の貧困見える化、はい、あの貧困最低限何が必要ですかってあるんですけど、うん、なんかその生活に最低限必要なものを、うん、あの何だろうっていうのを子供に問いかけてるんですけど、うん、なんかそのただ貧困大変だよみたいなことを言うだけじゃなあなあになっちゃうから、うん、見える形でデータ化とかして、うん、実際の現状をあの見せていこうっていう記事なんですけど、うん、それの研究をされている方の記事、面白いですね。と3月中旬、東京都内のビル会議室で首都大学東京の阿部彩教授なのかな、女性なのかな、阿部彩教授は、川崎市などの、母子世帯の女子高生8人にこう問いかけた。シャツは何枚いるという、うん、洗って干すことを考えると3枚はいるかな、聞いているのは本人たちが最低限必要だと思うものの数、聞いた内容は金額に直し全体の費用を明らかにする。阿部教授は最低限の生活といってもイメージしにくい、実際に聞くことで貧困の基準の置きどころを考えるための調査ですと、うん、あ、ボトムアップ式にこうちゃんと調査から具体を出していこうという感じなんですかね。女子高生に聞いてんだ、うん、女子高生8名、うん、どういうふうにこう選ばれてるか気になるところでもありますが、面白いですね。なんか女子高生わかるかみたいな、うん、なんかお母さんしか分かんないんじゃねえかみたいな、うん、お母さんっていうかそういうそのもう、うん、ね、生活回してる人しかさ、シャツが本当のところ何枚家に存在するか俺は把握してないんだけど、ほとんど、うん、うんうんうん、それをあえてボトムアップにするのは、うん、なんか教育的にはすごく良さそうなんだけどさ、うん、なんかそうは言ってもお前いくらいるのみたいな、うん、こう生活に月いくらとかっていうのが、うん、もうなんか自分でちょっと出してみたらこれぐらいだった、でも実際これぐらいかかってた、何が違ったんだろうとかやるのはすごいこう生活力をね、うん、考えるのにすごいいい気がするんだけど、うん、とはいえなんか貧困を見える化するデータベースに使うにはなんか本当にいいの、うん、みたいな気持ちになったけどね、うん、今、うん、どういう、確かにね、うんうん、まあ多分実際のところとのズレとかもしかしたら出てくるかもしれないですけど、うんうんうん、まあでも聞かれるとね、改めて女子高生たちもなんか考えるし、なんかこんなに1日3食食べること、これ1日食事は3回、病気で医者にかかるなど、さまざまな生活上をの物事について必要最低限を定め、それが足りない状況を問題視して貧困を図るっていうのをやってらっしゃるんですけど、うんうん、必要最低限って何ですか、うん、何ですかっていうね、うんうんうん、そこのラインをどこで引くかってことだよね、うんうんうん、そうですね。私の先生が子ども食堂っていうのをやってらっしゃる方がいて、はいはい、あの大学の、そうですね、大学関係の先生で、うん、あのなんて言うんだろう、その子供が、うん、地域の子供たちが、うん、そのあの食事、うん、親とのコミュニケーションを取らないっていう、うんうん、子供たちを集めて食堂を開いてる方がいて、うん、親子のコミュニケーションがない、うんうん、その一人で家でご飯を食べるっていうのが、うん、それも貧困の一つだって、コミュニケーションの不足っていうのもコミュニケーションだっていうふうにおっしゃってる方がいて、うんうん、今あのやってらっしゃるんですけど、子ども食堂を経営してる方がいらっしゃるんですけど、うんうん、お金に直せない貧困があるわけだよね。そうですね、うん、なんか最低限ってなんだろうって思ってこれ選びました、うんうんうん、最低限ってなんだろうね、うん、なんだ、なんですか、うん、最低限体を壊さず、壊さず身なりがなんかすごい悪いみたいな話にならず、うんうん、無難に生きられるってことなのかね、うん、
いや定義しづらいよね、みんなにそれぞれ最低限はあってなんとなくふんわり、ね、持ってるっていうことだよね、うんうん、だそれをすり合わせるっていう意味でもすごいいいのかもね、だから3枚でよくねみたいな、うん、いやいや5枚いるでしょみたいなのがあるんだろうね、その会話の中で、うんうん、確かにね、この、うん、そうですね、なんか、うんうん、それはそう、なんかこの過程が良い気がしています、うんうん、この8人とこうグループインタビューをしているのかわからないけど、うんうん、なんか前にあの自分の活動で助成金をもらった時に、うん、あの一緒にいたグループ、他のグループで、シェルター事業をやっている、うん、シェルター、まあ、要は虐待とか、要は、連絡先とか、うん、あのどこにいるかを知られると親に連れ戻されたり、うん、まあ、あとはもっとその、性被害を受けた人たちとか、うんうん、そういう人たちがをこうシェルターとしてこう、まあ、囲うというか、そこ で、あとはちゃんと勉強、うん、高校の代研っていうのかな、うん、ああいうものを取れるように勉強を教えながら、うん、シェルターとして守るみたいな事業をやってる人たちがいて、うん、なんかこう話がこうみんなでワイワイというかこう真剣にやってた時に、そのやっぱりその経済的な貧困はもちろん表面的には出てるんだけど、うん、精神的貧困というものが根本的にあるんじゃないかっていうところがあって、なんかこうちゃんと自分に何が必要か、どのぐらいが必要かを考えたり、他の人たちとそれがちゃんと違うけど、自分にはちゃんとこう自分はこのぐらい必要だっていうことをこう分からないと、こう無理に必要なものを買ってしまったりとか、あの人との違いをこう何かぶつけてしまったりとかいうところが実際の経済的な貧困につながってるんじゃないかみたいな話があって、なんかそう考えるとね、こう貧困の最低限必要なものはこういう聞いてあげるとか話し合うみたいなところが大事なのかなと少し思ったりもしますね。なるほどね、はい、はい、ここにもありましたかね、面白いですね、安さん、はい、朝日新聞ですね、うん、なんかもう一個ぐらい出してこれもう一個なんかあった本のやつです、うん、あでもこれは俺だけどね、どれですか、はい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 、ちなみに、私はここの中、ああ、そうなの、私これだった、あ、僕もこれ、おお、この前紹介してくれたやつね、これ僕、この前国分さんの講演行ってきたんですけども、あの、まあ、中道体の世界する、される関係のからの会話、これで野谷さんが、東大の野谷さんが割とあのいい感じに書いてるので今日読みたいですけど、野谷さんか、哲学の本を読む最大の喜びは、それが新しい考え方、見方を示してくれることにある。それによって今までの景色が違った見え方をするようになる。新しい世界が広げてくる、で私たちの生活は何かをすること、また人から何かをされることによって成り立っている、うん、そこには能動と受動の関係がある、スルーされるですね、うん、普通そのように考えるのだろう、だが本書を読むと違う光景が広がり始める。かつて、能動体と受動体じゃなくて中道体ですね、真ん中の中、中道体という言葉があった。私たちに馴染みの能動体、受動体という体、対は、古代の言語では能動体、中道体という対であった。今失われてしまったこの語り方を理解するには、スルーされるという捉え方から、解放されなければならない。例えば花子が寝ているという場合、花子は寝ている、寝るという行為をしているのではなく、うん、花子において寝ているという出来事が生じているとされる、うん、そして出来事が完全にその主語のもとにあるとき、花子のもとにあるときですね、うん、それは中道体と呼ばれる、うん、他方花子が猫を撫でるのように、出来事が主語である花子から猫に向かうとき能動体と呼ばれる、うん、誰かが何かをするのではなく、一切を出来事の、起こりとして、正規として語り出す、この中道体、能動体の語り方を手にして、筆者は哲学書や小説を読み解いていく。あたかも地下迷宮に潜り込み、古の名剣を手に入れた冒険家が地上に戻り、戦いに向かっていくかのように、私たちはまた本書から手渡された中道体という新しいものとして、私たち自身の生活を見直してみよう。すると私がなんとなくしなくちゃいけないとか、うん、人がなんとかしてくれるといったスルーされるのとらわれた思いから解き放たれてくる、うん、そうしてこわばりがほどけ自然体になることができたとしたら、それが自由というものであるのかもしれない。私は今そんな風に予感しているという、ですね、うん、
これはなんでどうしとしたんですか。私ですか、うん、ただ単にいや難しいと思って、あのするされるその受動態と能動態って、うん、あのなんだろう、自分の意識の中で、うん、あのしなきゃいけないとか何とかしてくれるって なんだろう自分の中でしなきゃいけないっていう意識の方が強い、うんうん、で人が何とかしてくれるっていう方の方が私は少なくて、うん、自分でやらなきゃやらなきゃって思っちゃうんですよ、うんうん、っていうのの固定って、なんだろう、自分の中の思いっていうか思い込みをどうにかしたいなってずっと思っていて、うん、でここにちょうど出てきたから気になると思って、うん、でも難しくて言葉が難しいね、うん、これ実際読むとかなり難しい。エヴァンジェストっていう言語学者の言語 の分析から3章ぐらいはずっとありますね、うん、100ページぐらいは。もうやめていただきたい、ね、言語の話、言語なんだ、言語学から、ね、そこから来てるからね、うん、そう、ヘルメはこういうのを、まあ、趣味というなりわいとまにいかないけど、まあね、そうですね、哲学が大好きというので、うん、まあ非常に面白い、うん、あの国分さんはいいです、うん、ぜひなんか今回の本は、うん、あのかなり、読み手にとっても一歩ずつ進んでいく感じで書かれているので、うん、こうまあ、難しい言葉は一応あるんですけど、あのいきなりこう飛躍して分かってる前提で進む話じゃない本になっていて、うん、ついていこうと思えばいけるようなぐらいに書いてくれてるんだ。そうですね、うん、なのでぜひよろしく、うん、よろしく、宣伝ですね、うん、はい、なるほどね。あのトークショーっていうか、うん、そういうところに行ったの。そう、大沢雅治さんっていう、うん、あの社会学者の方と国分さんが対談するっていう、うん、蔦屋の代官山であった、うん、はいはいはい、そう、行き、なんかああいうのに行くメリットっていうか行ってどういう感じなわけ、うん、あんま行ったことないんだけどさ、で、うん、なんだろう、国分さんは俺何回、2回、3回行ってんのかな、うん、僕はまあメリットは分かんない、うん、あ、なんだろう、メリット、いや、まあメリットって言い方なんか冷たいけど、うん、何が楽しいのかな、今回はあんまり面白くなかった、あ、正直なところ。その後だからサインの並びに入って、うん、で俺は国分さんの昔から本を読んできてて、うん、彼は誰かと一緒に考えるってどういうことだろうっていうのがなんか自分の根本的な問題意識にあるんじゃないかっていうのでこう書いてて、でだんだん本を読むごとに、あの本が出るごとにやっぱ彼らの文体が変わってきてるし、なんかその一人で考えるっていう状態からなんか解き放たれてるような気がしてきて、今回はその結実にもあるのかなというのもあって、ああだから一人で自分で考えなきゃいけないっていうのと、うん、考えさせるみたいな、なんかもう考えさせ、考える、考えさせられる、うん、なんかその間の、うんうん、なんかっていうところについてこう今どう感じてらっしゃいますかみたいなことをこう、うん、お話ししたの面白かったけど聞けるんだ、うん、でもなんかでもね、あのね、内々の話を聞けると、うん、すごい、あの、あ、そうやってできてたんだとかね、とか、うん、あのなんかアガンペンっていう哲学者が生きてるんだけど、うん、でそのアガン、まあ、こう本で見たらこうすげえ哲学とは何かみたいなすごい硬い、うん、で最初こう古代ギリシャの奴隷分析みたいなものとかから始まって、タイトルなんかこういろいろ身体の使用とかいろいろあってやるんだけど、なんか国分さんがこの前アガンペンのサマースクールに行ってきて、うん、なんかアガンペンと飲んだみたいな、うん、で僕は中道体について考えてるんだけどとか言って、うん、いや君いいねとか言ってなんか喋、うん、って、うん、でなんかその身体の使用の最後の方で、うん、私たちは、言語に規定されていると言われる、うん、あ、なんかウィトゲンシュタインの、うん、ウィトゲンシュタインっていう哲学者が、うん、まあ、基本的に思考っていうものは言語で私たちは行うから、うん、あのフィンランドの人が雪をこう40種類見分けられるように、うん、言葉がないとこう思考がうまく区別が概念として区別して考えていくことができない、うん、だから、言語によってこう思考っていうものは規定されていると、うん、伝統的な
まあ、分析哲学と呼ばれる、流派は言うのだが、うん、私たちはもはや言語には規定されていない、むしろ身体の方にみたいなことをなんかアガンペンが言ってるんだけど、うん、その本見る限りエビデンスが全然書いてないんだって、うん、ほぼ勘で言ってるんだって、うん、アガンペンが、うん、なんだけどアガンペンがもうどう考えてもほぼ勘で言ってるんだけど、うん、あのこの前アガンペンとサマースクールで飲んできたけど、うん、あいつ勘で言ってるけど、なんかその勘はかなりこうなんか彼の中では、うん、もうかなりもう確信に近い、確信しているだぜみたいな、なんかそういう、そういうすげえプライベートな、なんか話とかはすげえこう面白い。だからまだこう全部整理してはないけど結構来てんぞと、結構彼の中では掃除出すぞと、うん、あれなんか最後の結論でなんかすげえこうひっくり返すようなこと言ってるけど、あれは勘で言ってるけど、いやあれは確信に近いなみたいな。まあ、実際この本にもアガンペンがあの後半出てきて、アガンペンからこう僕が学んでるところが、あの国分さんが学んでるところっていう話があった。生のそういう、そう活字にできない話ってあるからね、たくさん、うん、その場限りですよみたいなね。そうそうそう、うん、そういう話はこう僕は面白くていきますけどね。じゃあそれぐらいにしときますか、朝読みは。はいはい、じゃあ3つ目のコーナーに参りますか。うん、はい。ちなみにメールの方あの一つ来てますが、はい、ぜひ、あの投票お願いしますね、うん、はい、あのお題の方なんでまだ。ああそうなんですね、はい、後でね。じゃあ引き続きあのメールの方、はい、本座とデモクラドっていうお待ちしております。お願いします。じゃあ次のコーナーいきます、はい、こちらです、はい、世界を良くするグッドシングス。イエイイエイ。はいはい、まあ世界を良くする、うん、いいもの、はい、いいものあればぜひ自分独自の視点で良いので紹介してくださいというコーナーですが、はい、いかがでしょうか。いかがでしょうか。はい、私持ってきたんですけど、出していいですかね。はい、はい、もちろんです。あ、すいません。こちらですよ。こちらですよ。はい、ギターです。ギターです。ギターを持ってきていただきました。わざわざギターなんです、はい、これ私去年の、あ、今年の1月に買ったマイギターなんですけどね、はい、可愛くないですか。女の子なんです。あ、そうなんですか。あ、そうなんだ。あ、そうなんですか。偶数番号だと女の子で、生存番号が。あ、そうなんだ。っていうのがあって、本当にっていう、え、うちのギター見よう、うん、そう、あって、でこの子女の子だから、あ、やっぱり私は可愛い子を選ぶんだ。あ、うん、そっか。そう、やっぱりいいですよね、女の子ってね。何ですかね、フェンダーですか。どうしたらいいの。ん、違う。え、これどこのブランド。ランバー。ランバー、へー、うん、ですけど、はい、こちらがギターで、うん、どこが世界を良くするかって、はい、概念的な話。音楽って世界を救うなって思っておりまして。お、思っておられる。音楽ですよ。うん、なんか知らないけど、うん、なんか話し始めに好きなアーティスト誰とか言うじゃないですか、うんうん、で実際そういう風に音楽が用いられて話のきっかけになったりとか、共通の趣味が見つかって、うん、あ、喋ろうみたいな喋、うん、ろうみたいになったりとか、そのいろんなところで音楽がただ聴くだけじゃなくて話のネタになったりとか、うん、まあ、人と人とをつなげるツールだなって思って、うん、実際にその世界各国で聴かれている曲とか、まあ、実際ギターで弾けて一緒に歌えたら笑顔になれたりとかしますよね、うん、世界をつなげるという意味で、うん、ギターですね。はい、わいいっすね。はい、うん、え、だから4ヶ月って言ってた。そうです、ギター自体を始めて 1,2,3,4,5、うん、4、あ、でも5ヶ月目、うん、5ヶ月目ですね、うん、はい。どれぐらい練習したの。うん、高校って受験期1月から3月、うん、推薦とかで受験が終わった人は1月から3月暇じゃないですか、うん、でその3ヶ月間毎日やってました。あ、本当に毎日やってました。あ、で大学入って、うん、まあほぼ毎日とは言わないけど、まあ、1週間に5回ぐらいは練習して、うん、やり始めると6時間とか余裕でできちゃってて、うん、もうその3ヶ月間は1日2時間は余裕当たり前、ちょっと親に怒られちゃったんですけど。
じゃあちょっと僕はまだまだですね。練習、そう、練習時間の時には。どのぐらい、あ、どのぐらいできちゃったんですか。もうだから本当にもうなんかこうやってこれが C ですねみたいな、 G で、はい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 みたいなぐらいで、いや、こうなんかだから見ながら、あー、行動見ながら G、E、C、E みたいなってやってるっていう、そうそう、練習だね、練習だね、時々 F、F みたいなってやってるっていうやつですよ、僕の場合は。まだギターやられていた。いや、全然、家に置いてあるだけです。あ、置いてあるだけ。あの、オブジェと貸しています。オブジェ、あ、いいですね。可愛いですよね、ギター。そう、ちょっとじゃあ弾いていただけるのかな。弾いちゃいます、弾いていただきたい。ということでですね、おお、作りたて、さっきね、うん、あの、弾いてって言ったらちょっと著作権上の問題が浮上して、うん、オリジナルじゃないとってなり、うん、即座にちょっと考えてくれたということが、ね、え、あの、いや、俺4ヶ月ってこういうレベルじゃない、これ違うと思う。やっぱりさ、エレクトーンとか全部してて、うん、あっていうのあるでしょ。和音とか全部さ、いけての、基本的に何もね、うん、音楽の、うん、もう何もないから、本当にこっちの4ヶ月とは違うよね。そう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 、はい、あの、とても短い本奏20代ソング、はいはい、恥ずかしいですね、これ。だって弾けてないんだもん。いやいやいや、怒られちゃうよ。まあ、いや、誰も怒らせないよ、それは、はい、いいですかね、これ聞こえてるんですかね。大丈夫かな、歌声。はい、走り抜けろ20代ね。じゃあ途中で現実見始めないといけないけどね。そこは指摘してくださってるから、あの、どんなことがどんなことがあっても走り抜けるんだ、ただ走り抜けるだけで、現実も見ながら ね、そうね、ちょっと、ね、あ、まあ、でも基本的にはこう、そう、これは19歳を歌ってますか、皆さん、エールをいただいたということで私も20代になるということで、なるということでね、自分への応援歌でもある、まあ、入りの大変だよ、20代の大変だよ、どう来たわけ。いや、杉谷さんをフォーラで見てて、ああ、きっといろいろ大変なんだろうなってそうだな、感じ取られてる、ね、すいませんね、ちょっともうちょっと余裕を見せていきたいですけどね。いえいえ、いろいろあるんだな、人生って山あり谷あり越えて今日まで生きてこられたんだなで、大変だよ20代でも、どんなことがあっても走り抜けろ、うん、走り抜けろ20代ということで、ああ、素晴らしい、ありがとうございます。以上です。はい、いやいいですね。いいよ、あ、なんかジャカジャカってやりたいわ。あ、じゃあどうぞ、 D だけ、 D でいける。俺も練習しよう、家で。いやいや、ん、 D、 いやいや、ちょっと、いい、いいですいい、 D、 D じゃないですちょっと杉谷、俺らも頑張ろう。あ、そう、俺もギター弾けるようになりたい。あ、 You can do it、 Yeah I can do it こうね、いいですね、道のりは長いなと思いながら時々触ってますよ。うん、長いですよね、うん、くじけますよね。いざという時、あのね、いや本当にいざという時、あの、はい、あの、うん、昨日も結婚式だったんですけど、うん、あの、僕も前にその結婚式のスピーチを頼まれて、友人代表ので、5分なんかやってくれ、喋ってくれって言われて、あ、まあ、結果なんかその時は、まあ、15分ぐらい喋っちゃったんですけど、うん、あの、やっぱ今思うと、やっぱ1曲とか作るといいなと思う、うん、まあね、5分なんかやってくれて、ちょっと、うん、もうなんかウェディングソングを作った、ウェディングソングをこう歌っちゃう、すごい良いと思う、まあね、そういうかっこいい感じがいいから練習してた方がいいよ。いやなんだろうな、うん、いや、もうそういう時やっぱりなんか小話で、うん、
ちゃんと行きたい ね、 確かにね、逃げずにある種そこでね、そこでね、うん、って気がするけどね。なんかこの間、うん、友人、その俳句をやってる友人が歌詞をつけてくれて、うん、歌詞はずっとあるけど曲がついてないと、うん、だから私も作曲勉強中だから一緒にやろうよって言って、うん、この間それこそウェディングソングを作って、いろいろやらせてもらって楽しんでますね、うん、ギター楽しいですね、音楽最高、うん、いや楽しいんだ、音楽の子なんだね、楽しいですね、うん、ちょっと音楽サイドの子ではないからね、私は多分。でもギターやってるんですよ。いや、ギターは憧れて。でも C 弾けるじゃん。C は、C は弾けるよ。OK です。まず C ね、うん。C で今度セッションしましょうね。C だけ。C 部分だけジャーンつって。いいですね。はい、ありがとうございます。いや、音楽ね、ちょっとやってみたいな。ぜひぜひ。はい、じゃあ。30分になったし、はい、行きましょうか。今日はじゃあギターということでね、フッツソングスは、はい、なんかちょっとこう家に最近弾いてないなという人もね、うん、ちょっと久々に弾いてみてもらえたらあったりするからね、実家にね、うちも3本ぐらいありましたからね。へー、そうなんだ、うん、全部アコギですか。うん、多分。え、ファーザーとかマザーがやってたの。ファーザーが、グランドファーザーとか。いや、グラファザーはそんなにだろうな、多分ファーザーがなるほどね、はい、いいね、うん、はい、じゃあ最後のコーナーいきますか。はい、最後のコーナーこちらです。本草マンダラ。イエイ。はい、冒頭でもお話ししましたが、うん、はい、8つね、うん、僕らでトークテーマを出していまして、うん、そこからツイッターで投票いただくか、はい、これ話してほしいというのを、メールで指定していただいて送ってもらうかという、で一番多いのから喋っていこうという感じですが、はい、どうですか。メールいただいております。はい、タイヤの人、はい、本草マンダラのお題7番、形容詞の貧困なんとかしたいですね、お願いしますということで、ありがとうございます、うん、はい、はい、そしてツイッターの方3票いただいておりますね、それぞれ、はい、まず3票集まったのが1番、コミュニティへの帰属意識、コミュニティや場合への帰属意識がなくなるときって、これが来ましたね。なんでそんなに、分かんない、なんかみんなあんのかね。で、後半が、6番のコミュ力って何が1票、うん、で8番の、初対面でお世辞言葉かけられた際の返答に正解手が2票入っていますので、うん、まあ1番やって8番やって7番に行けたらぐらいで、7、6かな、うんうん、あ、そうね、行きますかね、はい、はい、じゃあ一つ目、コミュニティや場合の帰属意識がなくなるときってどんなときでしょうかということで、はい、やっていきたいと思いますけど、まあ僕がね、その、五月祭で感じたのはやっぱ、いや結局人のね、うん、だから五月祭は五月祭なわけよ、だから同じことが行われてる基本的に。ただ俺を知ってる人もいなければ俺が知ってる人もいないっていう状態になってくると、うん、で、なんだろう、別に俺自体を知らなくてもなんか俺の肩書きとかで、だからユーミートでもいいし小籠包でもいいし、そこにしっかり俺が属しているがゆえにそれが属している五月祭にも属しているっていう風になってればそれでも大丈夫なんだけど、まあ、そこもほとんど外れちゃってきたので、あ、もうダメなんだなっていう感じがしたんですよね。うん、いや、だからまあ人の入れ替わりでもうなんか同じだったはずのものがね全然違ってくるんだろうなっていうのがある、うん、ただ一方で有名な改正の運動会とかね、常に騒いでますからね彼らは、運動会になると、うん、まあ、特にその思い入れのあった人たちとかが毎年行ってると、運動会に、でそれは多分ものすごい上の方まで認められてるんだよね、そのコミュニティに残ることが、うん、だからそういう意味では俺が今なんかちょっと五月祭厳しいなと思ったのは、もうその年になっていかんやろみたいなのがまあ一般にあると、うん、でまあ俺もう6年目だからね、うん、4年5年も全然もうバリバリ楽しんじゃったっていうのは普通ないわけ、うんうん、まあ下にたくさんね友達がいたからっていうのはあるんだけど、うん、だからそこのこう、まあ、自分でも遠慮しちゃったみたいなのがあって、うん、同じ代でも楽しんでるやつはいて、それはやっぱサークルの中で許されてて所属が、うん、上の方も、うん、で全然一緒にやりましょうってなって、じゃあちゃんと準備してやりに行くと、うん、
まあ、全然それは今まで通りなわけよ。その、うんうん、だけど、まあ、うちのサークルとかはちょっともう代替わりしましょうっていうのがずっと続いてきてるんで、こっちも遠慮するし向こうも遠慮するしっていうのでなってるんですけど、うん、どうですか ね皆さんは貴族意識がなくなる、うん、貴族意識がなくなる時あります？なんですかね、うん、貴族意識、まあまあていうか、なんかこのメンバーだとか、この場所は自分のだみたいなね、あ、思いですよ。私、うん、広報スタッフっていうのに高校の時に入っていて、ほうほう、今も OG として活動してるんですけど、うんうん、高校に行って、うん、実際にで広報部の活動を見るじゃないですか、うん、見てると私ここにいたんだなっていうのがあって、うん、でもその当時はすごく、うん、学校の中のこと、学校の中に所属してるので、うん、広報活動もわーってなれるんですけど、うん、今実際 OG として活動してると、うん、いいのかなって思っちゃうんですよね。いていいのか、学校の外にいるし、うん、でもそれの良さを伝えていくのは、うん、今現在学校にいる子たち、うん、Now ですよ、うん、今感じてることを伝えてあげた方がいいんじゃないのかなって今思ってて、その高校がいっぱい集まる説明会とかで、うん、保護者の方とかとお話しさせていただくときに、高校生とか、あ、違う、中学生の子はやっぱりちょっと大学生だからスーツ着てるんで年上っていう風に感じちゃって、ちょっと距離を置かれちゃうんですよね、うんうん、でも高校生がその場にいると、あ、お姉さんだってなってくれるけど、うんうん、やっぱりなんかそのなんだろう、感じちゃうんですよ、距離を、うん、だからここ私行っていいのかなって思う時はたまにあるので、うん、そのコミュニティから外れた時に私は貴族意識がなくなるというか、うん、どうなんだろうと思っちゃいますね、うんうんうん、なんか俺高校の中ですごい好きな場所があって、うん、まあ演劇部のね舞台上がね好きだったんですよ、うんうん、誰もいない時からこうそこに行ってなんか発声練習を先にしてるみたいなのとか、なんか寝転んでなんか照明見てるみたいなのが好きだったんだよね。でなんかOB になっても結構こうなんだダメ出ししに行ったりとかを推奨されてたんだけど、まあそうは言ってもこうすごいだから好きな場所でもう超もうここの部活が全てやみたいな感じの気持ちだったんだけど、まあ、だんだんとこうそうは言ってももう俺のじゃないみたいなのが逆に辛いみたいなのがあって、うん、ちょっともう行くと悲しいみたいな、寂しくなっちゃうみたいな、あいついないみたいなっていう風になる、っていうのね、逆にこう愛の深さゆえに辛みが勝つみたいな、うん、のはなんか、ま、一つ前に体験したものだなと思って、でもこうやっぱ高校だとその本当にスパッと卒業があり、うんうん、引退がありっていう儀式がすごいカツカツなってるけど、大学ってまあ全然ダブルしとか、うん、ぬるっとしてるよねそこはね、だからそこがこう遅れてきてなんかゆるりと今日感じたんじゃないかなっていう気はするよね。でもなんかあれだよね、一方で本当にだからずっとその頃の自分を自分のアイデンティティとして強く持っている人がいてさ、なんかまあなんだろう、いいところでもあれ悪いことでもあれというかさ、なんかお前まだ見つかってないの次のみたいなって思う時もあるじゃんか、うん、なんかそういうのある、なんかそういう場所みたいなあんまりない、貴族意識なのかどうかとかはあんま分からないけど、うん、なんかフレッチ、うん、東京大学のなんかワークショップデザインを勉強する、NPO がの活動があって、で今12期生やってるんだよね、うん、で俺は4期でいたからもう4年前かも、4年5年ぐらい前いて、なんか卒業して、うん、フレッチ自分の期が終わって次の期の時とかも顔を出してた、うん、でなんかこう OBOG が来てなんか新しい人たちが作ってるものにコメントを言う、うん、フィードバックをするみたいなだったんだけど、なんかこう、うん、なんかなんだろうね、ここ最近ずっと行ってない、うんうん、なんかこうなんか行くと、うん、なんか4期の人みたい
なんかこうちょっとこうあがめられるみたいな、なんか、あるね、でなんか、そうあるでしょ、でなんか今もそれ関係のなんかこう仕事とかもしてるみたいな、そうだよね、でなんかちょっとこうちょっとなんか実態は知らずとも尊敬の雑誌みたいな、なんかあんまそういうの好きじゃなくてなんていうかそういうことに浮かれてしまう自分とかは好きではなくて、だからなんかまあだからこう離れてはいたんだけれども、なんかでも今結果的になんか全然違う角度で関わり方が生まれてきてて、まあだから僕も変わ向こうは変わらなかったし、僕は距離を置いて変わった部分があって、その変わったことで得たものがまたここに還元できるみたいな形で新しくこう帰属意識というか関係の作り方が変わって、それはなんかまあ今は別に悪くないなという感じです。いやー、わかる、そのなんか崇められちゃう感の、あの、いや気持ちいい気もするがこれはダメな感じの快感のはずみたいな、なんか居づらさみたいなやつね。いやだから俺も小籠包とか行くとやっぱりさ、作った人だから、作った人やってるわけ、でも俺も全然知らない人なわけ、いや大丈夫っすよみたいな、全然本当お邪魔してるだけなんでみたいな気分になるとかさ、やっぱ本当高校に行く時もやっぱりいつも先輩みたいなのがすごいあるから、やっぱそういうのだろうね。なんかこうすぐ嫌な老害になりそうで、それが怖いよね、リスクが、そうなりたくないがゆえにこうちょっと生きづらくなるとかもあるかな。そうね、まあまあいいタイミングなんかが起きてるタイミングなんじゃないですか。そうですね、なんか、はい、そんなとこですかね。大丈夫ですか。はい、まあだからね、あれなんじゃない、なんか杉谷側が変わってるっていうのはもうあるんじゃない。そうでしょうね、周りの年齢も変わってるけど、もう次のだから次のお祭りになるようなものをね探していきたい、本当に、やばいよ、ないと困るもん、それは。あの狂ったようなテンションに、ね、ならないと、ね、狂ったようなテンション年に2回ぐらいはなんないといけないですよね。はい、はい、では8番いきますか。はい、8番、うん、1番いきますか、じゃあ、言われた時の返答ですよね。はい、いやどうですか、皆さん、いやその最初話しましたけど、だからあの東大生はもう共通して東大生すごいみたいなやつっていう共通の敵がいるわけよ、もう言われるんだ、みんなだからもう東大生って言いたくないわけがゆえに、その、逆に、へ、びっくりされるんだけど、あ、東大卒、あ、東大っすよみたいなことを言うとすごいってなるわけじゃん、一連の、まあだから向こうもさ東大生ですって言われたら、まあ、儀式のごとく一旦言うじゃん、その東大すごいっすねってどれくらい勉強したんですかみたいな話になるじゃん、でこっちとしてはもう本当にでみたいな、だからもう東大生死ぬほどいてその中のこう自分だと、自分の自己紹介するにあたって東大生ですと出してしまうと東大生ですに集まってしまって、でそれ全然別に喋りたいことでもないのに、説明責任を負わされるみたいな、アカウンタビリティがそうで なるし、なんかもう勉強がうんぬんとかもういいよと、俺も別にそこでなんかあの 自意識をね保ってねえんだと、こっちとらは、皆さんにとってはすごいことだと思って褒めてくれるのいいんだけどもういいみたいな、ってなって大体みんなこう苦手なの、東大生って言われるのが、そうだから似てると思う、その時の返答、そうね、お世辞言葉をかけられた際の返答に正解だからさ、そういう意味ではその話別にしたくないっていう感覚なんじゃない、そのさ、あの、あ、イケメンっすねみたいな、ね、イケメンなんすよこの辺とか超いいっすよねみたいな、うわ僕ここが超気にめっちゃ手入れしててみたいな、なるほどね、みたいなことを言いたい人だったら、超そのまま言って、なんかいや君もこここうしたらいけるんじゃないみたいな、逆にそうなんかもうなんだビューティーサロンの人みたいな、お前が望んだんだろうとこの話題を、なんか高須クリニックの人みたいな知らんけどとかだったらそのままもうビジネスの話に直行し、それなりわいみたいなってなったら全然いいのかもしれない。確かにね、だからその表面的なことでも、な、例えば漫才やってんですねって言われた方がそのあ何いいわけよ、東大生ですねって言われるよりは、なんか食堂やってるって聞いたんですけどみたいなことの方が返したい話なわけ、だからそれに俺は興味ないと、
ん、そのさギャップなんじゃない、うん、向こうのテンションは超高いわけ、かっこいいっすねみたいな、うん、いや俺は俺の顔知ってるしみたいな、うん、ってことなんじゃないかなと思って。そうなんだ、うん、いやなんかね、うん、なるほどね、うん、いやなんかこれ一方で、うん、はいはい、なんかこう難しい問題とか今出てきていて、うん、難しいっていうかなんかこうなんか、うん、お世辞じゃないんじゃないかみたいな、お真面目に考えて、うん、なんかこう雰囲気ありますねだ、お、うん、なんか俳優ですかとか、お、なんか腹立ってバンドやってんですかとか、あ、腹立ってきた、なんかモデルですかみたいな、もういいよもう、なんかそういうの出されてくると、あの、いや俺的にはどうでもよいんだけれども、うん、あ、なんかやんないとダメなのかなって気持ちになってくるの。何がっていうか、なんかこう何がそのギャップを俺側から見に行った方がいいのかなみたいな。ああ、俳優すんの、なんか、なんかそういう風に求められてるというか、見られるんだったらお世辞とか一切関係なく、逆にそれに乗っかっちゃった方がまあいいのではみたいな、なんかいう気持ちもちょっと自分の中で出てくるっていう。は？なんのモデル？いや、なれるもんならなるけど、いや、いや、だからなんかね、どうなんだろう。いや、だから前にもなんかそういう会があったんだよね、なんかその事務所の社長さんとなんか何人かで飲み行って、うん、カラオケがあって歌って、うん、なんかこうそういうのに興味ないのみたいな、で興味がないのよ、うん、てかやったことがないから、うん、だからなんかいやよくわかんないっすみたいな感じになっちゃうんだけど、うん、なんかやった方がいいのかなみたいな気持ちに。じゃあ全然やんなくていいでしょ何言ってんの、なんか何切れてんすか。いやいやいや、うん、そんななんかやった方がいいかなじゃねえよいやそうなんだよね、やりたいやつはやるやつだね、そうじゃん、なんか失礼じゃん真面目にやってる人に対して。なんだけどこっちとしてはこっちの苦しみもあるんだよっていう、なんかおうおうおう、できるからやった方がいいかなって、なんかそうそう、できることをやるっていうのが一つ大事なことだったりするじゃん、やりたいことがやること、やりたいこと、自分がやりたいこととできることと違ってたりするじゃない、うんうん、だからなんかできる、なんかそういう風な感じなのできることやった方がいいのかなみたいな、なんか。いやあのさ、やっぱあれだよ、初対面じゃん、うん、他に手がかりがないからそこ喋ってるだけで、お前ともちゃんとね話してね、うん、結果モデルをやるべきだっていう結論に至らないよ、うん、うん、なるほどね、うん、いやだから表面的な、だから手がかりしかないので、それしょうがなくそれ言うと、うん、一旦、うん、っていうのが蓄積されてそうなんじゃねえかと思っちゃってるけど、うん、そんなことないよ。なんかあと普通に俺映画監督やってる友達からも俳優やればいいのにって言われるのよ、喋ってると。いやできないでしょそう、てかやったことがないからよくわかんないんだよね。なんだけどこう言われるとこう理由、悩みとかもまあ別でありますけど、だからこれ、だからその話になっちゃうとこれ答え変わってきちゃうんだよね。もうやってますって言えるように俺が頑張るっていう世界があ、わかりますね、腹立つわ新しい切り口ですねっていうのが、ね、いや今聞いて思い出しましたね。そう、でなんだそれ、なんだその悩み、どう、腹、いやすごいなんか無性に腹立ってくる。どうですか、でもなんかこうそういうの、なんか、まあ、この問いはどうですか。あ、この問いに戻る、うん、自分がなんかお政治的なこと言われた時になんかこう、うん、チッスって感じだよね、ほんとね。まあチッスって感じ、うん、チッスみたいな、そっちもなんて言われるの杉山は。あ、その東大すごいですね。いやいや、だからそれは多いよね。あ、うん、だからまあ、うん、なんだろう、もうちょっと具体的に言ってほしいのはあるかもしれないね。具体的っていうか、まあ、俺にしかないものとか、うん、うん、ってことだろうね。何がすごいのか、うん、そう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 、そういう、まあ、コメントできるじゃん、うん、ありがとうございますと、あれはああだったんですよみたいな、うんうん、まあでもそれはやっぱ初対面に求めづらいので、うん、うん、なんかさ、どう、なんか俺最近そんなに多くの人と仲良くならなくていい感じになってきて、うん、うん、で昔に比べれば多分、うん、うん、だからあんまりもういいか喋んなくてもみたいなって思う時ある。
まあ、うんうん、だから超だから表面的なことをすごい言ってくる、そのなんか、うんうんうん、それ超えなきゃいけないじゃん、うん、超えてで、プロフィールがこう大体共有され、うん、あってことは何々の話しようかなみたいな、結構大変だよね、うん、大変、うん、でなんか、まあ、その人と話すのにこう明確なメリットがあれば全然行くんだけど、そこまで、うん、いいかなみたいな、うん、え、どうですか、ちなみにお世辞言葉かけられる時ありません？ああ、基本的に元気だね、うん、声でかいね、コミュ力高いね、ああ、コミュ力高いね、うん、そう、この3点が言われるんですよね。三種の神器、でも、うん、三種の神器、ありがとうございます、うん、なんかでもそれを言われ慣れすぎて、大学に入ってから特にいろんなこと、うん、あの、うん、初めの頃ってすごい友達になろうとするじゃないですか。そうね、で、うん、隣席になったこと喋ったりとかってなって、してたよ、毎回コミュ力高いねって言われるの、うん、どうしようと思って、うん、なんて言うとその、うん、いつも知ってるって言うんですよ。知ってる、よく言われるって言うんですよ、うん、でもそれはその話のきっかけの振りだって分かってるから、うん、こっちから逆に質問を投げかける。あの逆に私が聞きたいこと、私も困ったのでそれで、うんうん、じゃあ困るんだったら、うん、ありがとう知ってるからのみたいな、うん、自分が聞くことで、うん、あのもうそういうのが嫌だったら自分から話を振る、うん、そういうことだろうね、うん、コミュ力高いな、結果結果高いっていう感想で、いや、なんかそのなんだろう、あの外見しかやっぱり分かんないじゃないですか、うんうん、でなんかそれ何みたいな、うん、その持ってるもので不思議な、うん、もう小学生かと思うんで、いやいやいや、その筆箱かわいいねみたいなノリですよ、あのそれ何みたいな感じで、その観察する、その、うん、話しかけられた時、ね、髪の毛茶色くねみたいな、うん、そんな染めるみたいな、染める勇気ないんだけどみたいなことを自分からふっかけることを意識するようにはなりましたね、大学入ってから。楽しい会話って何なんだろう。楽しい会話、そのさ、これ楽しくない会話なわけじゃん、主にその、うん、この表面的で、うんうん、まあ、なんか軽く褒められてる、うんうん、で軽く褒められてる時に、まあなんか日本人だから謙遜しなきゃいけないのか、なんかちょっと面倒くさいみたいなのがあって大変みたいな、うんうんうん、なんか話してて楽しいって 何が起きてんだろうね。話してて、うん、なんか新たな知識が得られるとか、どこ、うん、あと自分の話してる時はまあ楽しい、あ、自分の話しててかつなんか新たな反応を得られるとかは楽しい、うん、なんかなんか俺これお世辞言葉かけられたの、うん、その昨日ね、うんうん、昨日の夜お世辞言葉をかけられて、うん、まあへきへきしてるでしょこっちとして、うん、はいはいイケメンですみたいな、うん、感じに返していて、うんうん、でなんかこう歌とかもそうだよ、はい、うまいですっていう感じなんだよね、うん、もうはい、うまいです、うまいですみたいな、うんうん、で、すごいな、なんだけど、あの、うん、面白くなってきたのは、うん、なんかもう俺がもうそういう塩対応だから、うん、なんか、しびれを切らして、なんか、うん、普段何考えんですかって聞かれたの、うん、あ、普段何考えてるかと、うん、いや何考えてるかよく分かんないんだよね、自分が。で、うん、だからそのお姉さんと僕と真ん中にお兄さんいて、うん、お兄さんは普段何考えてるんですかって言ったら、うん、世界のこと考えてるって言ってて、で、世界みたいな、うん、あ、世界の人類のこと考えてるみたいなこと言って、うん、で、なんか、いやでも写真家だったの結局、写真のこと考えてるって言ってて、うん、でそうなってきた時に、うん、そので実はなんかすごい有名な写真家さんで、あのほぼ日、あの日刊糸井新聞とか、はいはいはい、あの糸井重里さんとかにも普通に出てる、なんか人、なんか人で、なんか5年間富士山にこもって地平線の写真を撮り続けてた人なんだけど、すごいことする。なんかその時にその何かこう作るって、俺も書いたりするから、うん、何かを作るっていう時にその俺が撮りたいものとか俺が描きたいものっていうのを超えていって、うん、自分がこれをやってる意味は本当にあるのかっていうことを超えていった先に、うん、作り出されるものみたいな話を、うん、なんか記者してる時はマジで楽しかった、うん、昨日。そ
それはたまんなかったね。だから何考えてるんですか意外といいのかなと思う。っていう、知らない世界って面白いですよね。深いところにつながりやすい質問ってあるよね。そうね、それは面白かったな。そうね、やっぱ知らないことが知れるようなのか、なんか自分でも分かってないような何かが一緒に発見できるような会話、まあ、楽しいかもね。まあ、議論にも近いような、自分から求めれば面白いのかなって思いますね、いつも。さて、あと5分少々となりましたが、はい、どうする？形容詞の話しとく？メールもらったし。形容詞の話しますか。なんだろう、あのさ、使えそうで使わない形容詞ってなんだろうね。あ、だからさ、そこはかとないとかもさ無理じゃん、タイミングがね難しいよね。なんだろう、なんだっけ、形容詞の貧困どうすればいいかって話か。だからやばい、楽しいとか、あの辺はもういいじゃん、もう日常使いすぎてるじゃん。俺さっきだから簡潔的だなとか言ったりするけどね。簡潔的である、まあ、形容詞ではないけどもね。簡潔的って断続的と似てるんだけど、断続的って基本続いてることがベースで断続的に起こる、簡潔的っていうのは続いてないことがベースなんだけどたまに起こるっていう、間のあと簡潔性の欠ってこう、多分泉の簡潔的って、簡潔的みたいな、あ、いいなと思ったんだ。いいな。まあ、そう、俺は本意か増やしたいときに、まあ、だから基本的には本意読むと、自分が書く仕事するときに、ここの感覚を表現したいってときに、ありきたりな出てくるものじゃなくて、こう辞書とか調べて、類語辞典とかを調べながら、こうぴったりくるのを探してこう、形容詞増やしてるんだけど、その辺はなんかどうですか。なんか考えてみて形容詞難しいなと思った、確かに特に、形容詞って言われて出てこなかった、あんまり。すげえやばい、楽しい、でもそういうのなんか必要になったりしません？歌詞とかでやってて、ここの気持ちをみたいなのとか、あの本とか詩とかがずっと好きだったので、それで集めたりとか、まあ、あのその場で思ったことを表現できるようになりたいなって思って俳句とかを始めて、そうだから発見できたらいいなとこれからも思ってはいますね。でも難しいですよね。難しいっていうのも言っちゃえば難しいで終わっちゃうから、そう、どういうこと細かに自分の思いを伝えるかっていうのはこれからも課題ですね。そうなんですよね。そうなんだよね。俺はだからなんかちょっと笑わせたいときにちょっと難しい言葉を使うみたいなのを瞬時に、なんか今思いついているこれを少し固めの言葉にするみたいなのをサーチするわけで出てくるみたいなのが、なんか多分頭の周辺にいくつかボキャブラリーがあって、それもまあちょくちょく使っちゃうんだけど、そういう筋肉はありそうな気がする。それは何、やっぱその古典勉強でストックしてるの？古典勉強とは限らないんだけどね、何でストックしてんの、そのなんだろうね、なんであるのそれが、前受けた、前面白かった、だから、まあ、古典とかだから、これいいなって思った言葉なのかな、それは別にお笑いに限らず、さて今日の一文字、はい、ああそうか、じゃあこれにしますかね。これはもう使ったかもしれないけど、はい、現実の現、表現の現、まあ表現の話が多かったですね今日は。そうですね、でまあ、あの現実を見ろ20代というようなお言葉もいただいたので19歳からね、いただきました ね、でも僕もこう、まあ、5月祭を見て現実ある種見たということで次頑張ろうかなと思っているところです。今後も多分いろいろ表現していってくれると思います、はい、リオンさん、ありがとうございました。